メーカー迷いがは、ディオメディア制作による日本のオリジナルテレビアニメ作品。2016年4月から6月まで、MBS、TBS、CBCBS、TBS、アニメイズム B1 枠、およびワウワウプライムにて放送された。アニメ制作会社のディオメディアと、ポニーキャニオンの共同企画によるオリジナルアニメ作品。長きにわたり閉鎖されていた集落を舞台に、 そこに導かれた若者たちの群像劇やその村の謎に迫るミステリーが描かれる。監督、音響監督は、ガールズパンツァーの水島努。シリーズ構成は、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない。の岡田麻ろさとキャラクターデザインは、艦隊コレクション艦これからの井出直美。音楽は、機動戦士。 ガンダム鉄血のオルフェンズの横山勝がそれぞれ担当する。ワウワウプライムでは同年4月より新設するアニメ枠アニメプレミアの第1号作品としてアニメイズムより1週間先行して放送される。なお、ワウワウにて新作アニメが放送されるのは松本零士、オズマ以来約4年ぶりとなる。2016年3月1日、講演会の設立が発表された。 クラウドファンディングサイト、幕開けで4月28日まで募集。金額によって、ブロンズ村民、シルバー村民、ゴールド村民、プラチナ村民、村議会議員があり、それぞれ関連グッズやイベント招待などの特典がある。目標金額は333万円で、集まった金額は1095万8000円。なお、公式サイトにアクセスするとランダムに、第一回人生。 やり直しツアー開催というホームページに飛ばされる登場人物のダーハラが参加者を集めたホームページを模したもので掲示板には構想やまさきらの書き込みがある第1回人生やり直しツアーに参加した若い男女たち彼らは行方不明者になり人生をやり直すためバスに乗り込み都市伝説として語られる納めなる村に向かっていた しかしついた村に人の気配はなく、行方不明者がコミュニティを作って暮らしていると聞かされていた参加者たちは不信感を抱く。不気味な獣の方向、参加者の行方不明事件と怪現象が続き、下山を試みるも村からは出られない。さらに、それぞれが姿形の違う巨大な化け物に遭遇。それは人の心のドラウマが生み出した七木だった。 参加者たちは、自分の心の弱さや不満を振り返り、大半が帰宅を望む。そして村に残ることを選んだ者に見送られて帰路に、着くのだった。名家迷いが、治めなる村村役場広報課のタイトルで2016年4月7日から7月14日まで、おと泉にて配信された。毎週木曜更新。パーソナリティは毎週メインキャストがランダムに担当する。 名家迷いが罪飛ばのタイトルで2016年4月8日から11月4日まで漫画1にて連載。作画は藤ル。原作とは異なるストーリーが展開される。単行本は全3巻。名家迷いが闇より入れて闇より黒しのタイトルで2016年9月17日ニポにポニーキャンブックスから発売。著者は土つかさ。イラストは K。 アニメでは描かれなかったエピソードを紡いでいる。全一巻、メイカ迷いが積み飛ばに関するカテゴリー。ありがとうございます。